ていた。詩を書いていらっしゃるの？うん、ここは風が気持ちよくてね、筆が乗っちゃった。まったく、お昼ご飯は一緒に食べましょうって言ったのに、もう終わってしまいますよ。ねえ、キスしよう。の？あらあら、ハヤテさん、変わったご冗談を。冗談なわけない。本気に決まってる。昼休みの分だよ。ちょっと、ハヤテさん、お耳を拝借？ん？何？何考えてんのよ、ハヤテ。ここは学校でしょ？周りに人いないし、いいかなと思って。ダメに決まってんでしょ。どこで誰が見てるかわからないんだから。そもそも、周りに人がいないのももう休み時間が終わるからでしょ？次、教室移動だけど準備できてるの？まだ。とりあえず教室移動の分しよう。だからダメ。何がとりあえずなの？ちぇ。早く戻るわよ。実験に遅れると同じ班の人に迷惑なんだから。わかってるよ。やっと終わった。ココア、一緒に帰ろう。そうしましょうか。ココア、学校お疲れ様の。今日は学校お疲れ様でした。結構大変な宿題が出てますね、ハヤテさん。いや、宿題じゃなくて。はぁー。ハヤテさん、ちょっとお耳を拝借。また？なんでそんなにもしたがるのよ。したいと思ったから。あんたに理性ってもんはないの？もちろんある。ココアのしたくない時にはしない。ココアはしたくないの？人前ではダメって言ってるでしょ！じゃあ、私の家なら？ダメじゃない、けど。うん。ハヤテ、いつもは全然興味ないくせに。今日に限ってどうしたのよ。だって今日は、ファーストキス記念日だから。記念日って、そんなことまで覚えてるの？もちろん、ココアと会った日のことは全部覚えてるよ。はぁ、まったく。ハヤテ私のこと好きすぎるでしょ。ん？当然、ココアは違うの？違うわけないでしょ。私だって、本当はいつでもしたいし。恥ずかしいから言わせないでよ。よかった。これで心置きなくできる。ん？あれ？ねえ、まだ？あ、そうか。ちょっと、散らしすぎじゃない？よく思い出したら、あの日は深夜を回ってたから、記念日は明日だった。は？キスは明日しよう。今日は宿題片付けちゃおっか。はぁー！ハヤテのバカ！もう知らない！私帰る！そう？じゃあまた明日来てくれるよね。